写真拡大。17日の阪神対中日が雨天中止となった。残り31試合。日々、重要性を増すペナントレースを阪神がどう勝ち切るか。デイリースポーツ評論家岡義郎氏は、得点力アップが鍵とし、そこに特化したオーダーをどう組むかが鍵と分析した。阪神はここから1試合も落とせないくらいの戦いが続く時期に入ったことをまず自覚したい。その上で、このところの課題を潰しておく必要があり、そこはやはり得点力ということになるだろう。近本、中野のチャンスメイクは今後も期待できる。そこからチャンスを拡大させる。さらには得点に結びつける。ここが今機能していない。私は3番マルテというオーダーをしたい。マルテの場合、走者を置いての打席で決定力もあるし、センターマガンもいい分、四球でチャンスを広げることもできる。そうなった場合の4番に不安を持つ向きもあるだろうが、やはり泰山4番というのが収まりがいい。可能性を秘めている。仮に大山が凡退しても、糸原あたりがその後ろを打てば得点力は確保できるのです。